はい、今日はトミカの株主優待セットを開けます。これ2台ついてるね。じゃあてるちゃん開ける。はい、じゃあ一緒に開けよう。よいしょ。はい、はい、開いた。じゃあ1台目はどれ開けようかな。じゃあ黄色いのいこうか。はい、取れた。それはあれあれ取れちゃった屋根取れるやつだね。オープンカーになったね、それね。オープンカーみたい。お、かっこいいね。これ何？これはね、ダイハツコペン。コペン？そう、コペン。コペンは持ってなかったね。コペン持ってないね。え、じゃあもう一個。はい、じゃあ次。はい、はい、これてるちゃん、なんていう車？リノスラ。これはロードスターだね。お、そうだね、交差点ぶつからなかったね、今。危なかったね。危なかったね箱の方を見ていくと、ここに10周年って書いてあるね。タカラトミーの株主優待企画セット2016です。マツダのロードスターとダイハツのコペンだね。で、箱の裏を見ると、トミーとタカラが合併してタカラトミーができて、今年で10周年なんだね。で、このセットは非売品になってます。うん、箱もかっこいいね。はい、じゃあちょっと詳しく見ていこうかな。ロードスターはてるちゃん持ってなかったね。ボディの色はグレーなのかな、グレーのメタリックっていうのかな、ちょっとブルーっぽいメタリックでもあるかな。正面から見るとここにマツダのエンブレムがあるね。ヘッドライトはシルバーの塗装だね。で、横から見るとドアのところに10周年って書いてあるね。上のハードトップが取れるんだね。はい、屋根が外れます。はい、オープンカーになります。オープンカーね、かっこいいね。はい、で、タイヤはサスペンションがついてるね。で、ドアは開いたりはしないね。はい、もう1台はダイハツのコペンです。お、正面から見るとここにナンバープレートが黒くあるね。で、ボディの色は黄色のソリッドだね。で、これも横から見るとドアのところに10周年のロゴが入ってます。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、上のところが外れてオープンカーになるんだね。で、コペンだからちょっとちっちゃいね。ロードスターと比べると大きさは、そうだね、大きさはやっぱりコペンは軽自動車だからちょっとちっちゃいね。うわ、ダウン、ダウンって使ってる。バックバックしてるの。わぁ、それ運転席、あ、2人乗りだね、それはね。2人乗りだね。ねえ、てるちゃん、ロードスターのエンジンの音はどんな音するの？わぁすごいね。コペンのエンジンの音はちょっと違うの。じゃあ、てるちゃん、このパトカーのエンジンの音はどんな音するの？そうだね、ドア開いたら飛行機みたいだね。ね、ウイングついてるもんね。変身するの？ロボットに変身するの？それ、ブルーポリスとかじゃないの？よし、じゃあオープンカーにして走ってみよう。はい、よし、じゃあ雨が降ってきたから屋根をつけよう。よし、晴れてきた、屋根を外そう。オープンカーにしよう。よし、いや、やっぱり雨が降ってきた、屋根つけよう雨降ったほら、雨降ってきた雨降りそうだけど、まだ降ってないね、今日。もうちょっと雨、もうちょっとで降るね。バレーボール行きたいの。バレーボール行きたいの？バレーボールじゃあ、てるちゃん、今日もおしまいです。バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。